ペンギンといえば寒いところに住んでいるイメージが強いですが、こちらのペンギンたち、野生では南アメリカのチリやベネズエラ、サボテンが入るので、あの地域に住んでいます。そのため、この時でも地域で生活することができるんです。チリやペンギンたちは皆さんの前をご挨拶できたようですので、では海でご説明しましょう。お願いします。皆さんご覧ください。先ほどまで砂浜をよしと歩いていたペンギンたちですが、中ではこのように素早く泳ぐことができます。今、あのアジというお魚を食べています。ペンギンたちは、ペンギンたちは、はい、ではペンギンさん、ではまた海でお食事を作りましょう。ペンギンさん、お願いします。